まずはじめはオノマトペに注目して、その響きやイメージを捉えて動きを探る取り組みです。オノマトペとは古代ギリシャ語のオノマトポイーヤが語源となっており、名前は私が作るといった意味合いの造語です。オノマトペの種類は大きく擬音語と擬態語に分けられます。スタスタ進む、ズカズカ進む、じわじわ進む、パタパタ進む、ガーッと進む、くねくね進む、このように進むという動詞だけでも多くのオノマトペがあります。それではオノマトペに注目して動きを作るために、まずはオノマトペを聞いて感じたイメージで動いてみたいと思います。オノマトペから動きのイメージが浮かんだ人は動いてみてください。ひら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 、ぬめりぬめりぬめり、